埼玉を中心に展開するガーデングループが今宵もパチンコスロットの新しい楽しさをお届け。新感覚自腹実践ドキュメント、新アニマナンサーズ。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回の舞台は総台数1000台を誇る新ガーデンヤシオ、総台数700台を誇るメガガーデン所沢スロットカー、さらに総台数500台を誇るメガガーデン所沢パチンコカー。3店舗に分かれての個人戦、どんなドラマが待っているのか。さあ始まりました新お庭伝説2店舗同時収録個人戦バトル、イエイ。久々に所沢に来ております。ました、はい、ここからですね、毎回、はい、ヤシオと所沢での収録になって、お、分かりやすいですね、はいはい、ということなんで頑張っていきましょう、はい、台数がかなり大きくなったとね。え、まあ配置とかもね、いろいろ変わってるかもしれないですけど、まあ、確認しながらと、はい、フェアリンさん、はい、今のところの順位がですね、何ですか、怖い、フェアリンさんって、3、怖い、また下位の方に沈んでます。いや、そうなんですよ。見ました。今シーズンの順位、現在トップはレイコ様。好スタートを切ったかに見えたフェアリンは失速。まあ、一応僕らはチャラぐらいではあるんで。そうなんですよ、まだまだいけますし、まあ、優勝賞金、賞金じゃない、賞金はないです。そっか、ご褒美があるかもねのところで止まってます。そしてもちろん出した時はまあ一万発ですね、はい、これをオーバーさせれば視聴者の方にこれ毎回プレゼントしてますから。そうなんです、はい、毎回最近すごいですよね。すごい、何個もプレゼントしてますから、ね、はい、これもこの勢いで頑張っていきましょう。頑張ります。はい、ということで私たちはですね、ガーデングループ最重要店舗の新ガーデンヤシオ店で実践の方を行っていきます。ちょっと自分で言うのもなんなんですけども、はいはいはい、お庭伝説の、まあ、最強ペアみたいな。いや、俺そういうの自分で言う人間にはなりたくないですけど。合わせてくださいよ。のしかってくださいよ。いや、そうなんですよね、今で1位2位。そう、前シーズンでは岡野さんが1位、私が2位、そして新シーズン私が1位で岡野さんがいいと、ね、始まったばっかだからね。ちょっとばっかでさ、今日はちょっと2人とも万発超えの出玉、はい、やりましょう。そしてですね、視聴者プレゼント2人からお渡しできるように、うん、そうそう、はい、頑張っていきましょう、はい、はい、それでは実践スタートです。頑張るぞ。おう、この日もたくさんのお客様が訪れたヤシオ所沢。抽選結果はご覧の通り。久しぶりの所沢で2人の狙いは、行きましょう、早めの入場。16番と E 番号を聞いたレビン、向かった先はちょっと見に行ってダメならまた降ります。1階のメイン機種を素通り、2階のバラエティコーナーへ。よし、空いてる。私パチスロ装填の剣4をですね、新お庭伝説初打ちたいと思います。はい、一方のフェアリンは、スーパー行きましょう。番号的に取れなかったんで、信頼とか、まあ、私が最近ハマっているルパン取らせていただきました。頑張ります。久しぶりの所沢、2人揃ったスロットスタート。はい、お庭では初になりますね、パチスロ装填の剣4行ってみたいと思います。番組では初打ちとなる装填の剣4、通常時はレア役でチャンスゾーンからの AT や AT 直撃の当選を目指す。熱い、これは熱いよ、バー族演出熱いよ。ちょっと7狙いやりますね。はい、あー来たー、これねビタッと止まったでしょ今。これね、強スイカ、強ベル、あとここにラリュー盤が止まって強チェリーのいずれか、こうピタッと止まった時はね、あ、これね強チェリー、あ、これは熱いな、これ AT あるよ、総流門って言うな、総流門って言うな、あー、いや、言っちゃった。はい、なんで基本 CZ ですね。いやー、今 AT かと思った。 AT 直撃とはいかず、チャンスゾーンへ。
うわ2枚モードだ。ハズレがある。でここで、押し順ベルどこが第一停止になるかで決まるんですけど、まあ、ここがここだと後半のバトルに行く。はい、これはダメよ。ってやると外れ。残念、朝一のチャンスゾーンは外れ。しかし150ゲームを超えたところで再びチャンスが。あーこれ弱者が多いのよ、強連役で。あー来た、強チェだ。強チェリーからチャンスゾーンへ、はい、これがいい。やさかヒットポイント3なんで真ん中がいいですね。相手は7ポイントの超大円で ST 型になってます。でこれ ST の残りゲーム数で、これがヒットポイント、ね、でこれが0になる前にこっち0にすれば AT です。しかし1ポイントも減らせずにあっさり敗北。これはジャックチェリー。あれ何これ、なんか何も引いてなくない。ジャックチェリーだ。えチャンスオン失敗した時にチャンスオン効果がいってると 7% ぐらいで一応ジャックチェリーでも当たるんだけど、これ当たってるよね。再びチャンスゾーンへ、今度こそ AT 突入なるか。怖い怖い、やめてよ、アトリだよ。77%まだ確定じゃないよ。 77% これチェリーだったら確定。あチェリーだ。よっしゃやりました。投資8000円。お見事 AT 突入。いきます。で逆をしてダブルだったら、特化ゾーンが10ゲームプラスされるんでダブルの方がいいです。よしこれ30ゲーム消化できるんで、で好転か晴天。お晴天、晴天は初回は100か150スタートなんですけど、150が選ばれた方が差があるんですけど、まあ100でした。で最終的にどっか1個もらえるんですけど、まあそれまでいっぱい貯めていきましょうよって。レビン順調に上乗せを重ねる。しかしこの後が肝心。なかなかのいいバランスになってきたね。ああこれでダメですね。はい、でまあ、ベルの第一停止どこになるかでもらえるんですけど、まあここがここがいいですね。ああ一番少ない。だ平均こんなもんです、250枚とか。でこの台の AT は純増約 2.7 枚で枚数管理になってますね。で今取った枚数がゼロになるまで継続する。本日初の AT 結果は、はい、340枚でした。で一応投資8000なんで60枚マイナスと。そして AT 終了後200ゲームを超えたところで、ウェイくぅ、めちゃくちゃ引けてるね。強チェ197、これ共通なんですよ。お強チェリーから霹靂乱破へ。 AT の前兆もしくは AT 直撃にも期待が持てる。来た直撃しました、強チェリー直撃ありがとう。シングルだとまあ20ゲーム。さあ好転か晴天か。さっきは晴天。おお連続晴天。2度目の AT へどこまで伸ばせるか。いくよ。あでもなんかまんべんなくなんで全取りがいいね。強烈役、強烈役光らず。まあどれでもいいけどびっくりマークがいい。びっくりマーク。強烈役だったら全部足されます。あくそ、あ
290か。全取り大チャンスだったら今強烈役だったらもう平凡な枚数また同じようなまたさっき何枚だった、さっき340枚でしょ、ほとんど変わんないですね。デビン2度の AT 突入もあまり伸ばせず、はい、それではルパンの方打っていきたいと思います。フェアリンはお気に入りのルパンでスタート。男性に来ました、ね、ステップアップ、もう一回よし、OK、もう一回赤まで来てくださいな、8点ぐらいよし、 OK、 よし、チャンスアップありです。オーラが赤、これは何かしら来たんじゃないの、もう一回来ました、58です。今行きます、よし、当たりました、ボーナス、投資が3000円です。早い、開始早々58ゲームでボーナス、はい、AT につなげられるか。でしょう、あー、もうダメか、終了です、終わってもうた、残念敗北。その後打ち続けるもハマってしまい、あと30、またもや AT には繋がらず、とりあえずやめます、やめてどこ行くか。フェアリン移動先を探してパチンコ館へ来ました。エヴァンゲリオンがやっぱり満席ですね、まあ、こんだけ回ってるということは良いのではないかなと思います。海物語がね、心沢にぎわってますよ。319分の1も99分の1も結構海の台数が多いんですけど、かなりいい感じににぎわってると思います。再びスロット館へ、ウルトラマンタローがちょっと打ってみますか、寝台ですし。ということで、とりあえずウルトラマンタロー、まあ、寝台というところに目をつけて打っていきたいと思います。フェアリンが選んだのは寝台ウルトラマンタロー、レア役やおよそ78ゲームごとの周期でチャンスゾーンを抽選、そこから AT 突入を目指す。とにかく通常時はポイントを貯めようという感じですね。通常時はざっとポイントを貯めることでチャンスゾーン当選の期待度を上げる。これで1周期目ですかね。ざっとポイントは6000超え、果たして。60%、ダメだったってことか。残念、チャンスゾーン突入ならず。迎えた2周期目、今度こそチャンスゾーン突入なるか。 50% ハイランド撃破チャレンジに行きました。いや、流れ的にね、なんかダメそうだよな、なんか。お、まあ、レア子役は結構引けてる。自信なさげなフェアリン、 AT 突入といけるか。お願いします。よいしょ、来ました、 AT 突入ですね、よかった。お見事、 AT ウルトララッシュへ。本作はゲーム数上乗せタイプの AT、 前半でステージを昇格させ、後半の継続バトルの勝利期待度を上げる。お、レア子役、ここは一応確定されてるので大丈夫ですね。1セット目は無敵状態で継続、
怖いですね。すごい圧倒されちゃいますね。よいしょ、50、よし50、レアコヤコ大事ですよ。よしリプレイ、これで上がるか上がらないか。でもなんか色がちょっと弱い。頑張れ。よし、レジアップした。よし、レジアップ。上がった上がった上がった。もう一個上がってくれたら、6兄弟まで来てくれたら。あ、ウルトラマンだ。よし、よかった。さすがにね。前半終了間際で波に乗り、順調に継続していく。プレーも引けない。あー、終わってしまった。涙終了です。ちょうど1000枚超えたところで。フェアリン1000枚オーバー。まだプラス域には届かないが、後半へ向け調子を上げる。最新代 P フィーバー、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかを、ガーデングループでは埼玉導入台数ナンバーワンとなる200台オーバー設置予定。さらに5月は P イニシャル D、 P 元祖銀ギラパラダイスを大量導入。そして新ガーデン各店舗がご覧の日程で新装開店。皆様のお越しお待ちしております。続いては今シーズン絶好調ヤシオの2人。あれ、あ、あれ2人仲良く入店。向かった先は、おお、開いてた、釣れた。で、気になってるのがちょっと寝台の仮面ライダーが3台入ってるんで、ちょっと行こうかななんて思ってるんですけど。ということで、仮面ライダー闇のライダーバージョン行きます。今日はですね、寝台の大工の源さん超イダテンブラックを、打とうと思います。前の源さんと変わってるのがですね、確変突入率が、前の源さんはね 60.2% だったんですけど、ブラックは 50.2% に、下がっております。じゃあ何がいいんだっていうお話ですよ。継続率が下がってる分、当たった時1500発プラス、まあ、次回当たりほぼ確定、まあ、入りにくい分破壊力が上がった感じですよね。いや、稼働が取れると思ってなかったんでね、でもめちゃめちゃ嬉しい。だからね、今日はもう3万負けぐらいまでは勝ちです。そんなこと言って本当に負けちゃダメですよ。しかし言葉とは裏腹に大チャンス到来。おお、来たー。ここ当てたいな。お願いします。さあ、リールロック、もう一回 OK、 もう一回いけ。もう全回転もあるよこれ。なあ、さすがないか。いや、かなり熱いです。はい、おお、これは皆様金文字。あー、やばい。ただこれは、おっ、9のリーチだったでしょ。9のリーチは後半発展で当たりです。お、大竜だ。当たりだ、当たった。で、今回ブラックなので、前回のゲンさんだと、まあ、6ラウンドなんですけど10ラウンドだから最低1500発もらえます。いやー、気持ちがいいね。はあ、よかった。あー、ドキドキできないのが悲しいですね。あー、よかった。185回転ですね。前みたいにあのチャレンジがもちろんございますんで、ここの色っすよね、入った時の。あー、赤、赤だ。
すげえ。で青と緑 50% ぐらい。うわ大丈夫だとは思ってたけど嬉しい。入りましたよ皆さん。ブラックの長剣ほら1500発で、ラッシュ中の振り分けが、85% で2ラウンドで、15% で、この10ラウンドで、10ラウンドの場合は次回もう1回当たりがほぼ濃厚っていうのが繰り返される。ここは皆さん127回転ついてるんで安心してください。単発即抜けはない。レインボーだ、レインボー。うわさあこれは2ラウンドですか、もしかして。はい、2ラウンドでしたね。でここからはいつもの原さん。でこの2ラウンドだといつもの原さんです。4回転はい、レインボー。いやいいわ、たまらないな。大花の一気に波乗り、20連チャント大爆発。その後も勢い衰えず、まだまだ伸ばし続ける。あっ、おー、危ねえ。すげえ。うわ、一気に30連チャンを超え、さらに10ラウンドっす。あはははは、もう嬉しい。あっという間に2万発オーバー。レバーとか出ないかな。うわ気持ち悪い。いくよ。うっ、77が止まればあるよ。ダメだ。驚異の38連チャン絶好調。今回も大鹿野の独断上下。はい、本日1台目に選んだのはですね、こちら P 仮面ライダー、闇のライダーバージョンですね。もう最新機種ということで、まだ導入されて5日目とかそんな感じなんですけども、ちょっとこちらの台で今日は勝負の方をしていきたいと思います。頑張ります。こちら大当たり確率が約 319.6 分の1の、ミドルスペックの核変ループタイプの小当たりラッシュ付きですね。でね、小当たりラッシュ入ったらこの全滅アタッカーっていう、まあ、ここがもうこの台の推しポイントなんですけど、ここに、ね、弾が整列するわけです、貯留するわけですよ、溜まるんですよ。それが一挙にドーンって下に落ちるので、一応平均 8.5 個入るって言われてて、そのストレスなくね、小当たりで出玉を増やせるっていうところがこの台魅力のところなので、まあ、やっぱりその小当たりラッシュまではお見せしたいなと。玲子様、新代の仮面ライダーへ、その推しポイントをぜひ見せてください。さあ先読みしてます。100回転を超えたところで、ああチャンスアップないですねこれは。お、でもいけた。さあこれで闇チャージアタック、この演出で成功することができると、あの大当たりもらえます。で今スロットなんですけど、フルスロットルっていうあのバイクのメーターみたいな、そっちもあって、そっちの方が期待度高いです。さあラスト、あーダメかな、これ100いけば当たりなん。おとと。さあなんと101回転、闇ライダー接近ボーナスということで、今の演出成功してボーナス当たりました。ただこっちの場合は通常か確変かわからない状態と。レイコ様、早速の大当たり、しかし時短へ、終わらなければ確変となるが、いやー終わっちゃう。さあここで終わらなければ終わりました。通常当たりを引いていたということで、2ラウンドの出玉300玉で終了とな、こういう風に入るんですね。なんとなんと 70% でした。まさかの格変、玲子様チャンスをつないだ。ま
あ一応闇ライダーに勝利すれば超連撃バトル突入って書いてあるので、こうあたり行きますね。なんか一瞬これ上がるときレインボーに見えるんだよな。ああ赤ホール来ました。これはね、これは大丈夫。さあ闇ライダー1号です。タイトル変わらず、はいどうやりましたね。ちょっとね、1500ここまでいかないと大きい出玉は取れないんですよ。さあということで、ここから超連撃バトルラッシュ、小当たりラッシュですね、いきたいと思います。で小当たりが 3.6 分の1で、で大当たりの方が32分の1でいきます。でこれ KO するとここの全滅アタッカーが開きます。調子よく小当たりを重ねていく。でこれ打ちっぱなしの方がいいです。小当たり、OK、これで KO。 順調に小当たりが続いていたが、ここで玲子様、せっかくのラッシュ突入もあっさり終了。ここで一旦店内の様子をチェック。あ、やっぱゲンさんすごい出てますね。角台36,000発、間にもね3万発超えの台が結構ある感じで、そしてエヴァコーナーですね。エヴァ、まあ導入台数がめちゃめちゃ多いということで、朝からずっと埋まってます。さあそして番長ゼロ、番長ゼロもあの箱使ってる方結構いらっしゃいますけど、もう稼働的にはやっぱ一番もうダントツいいなと、やっぱ一番メインで扱われてるのかな番長ゼロが。玲子様が次に選ぶ台はかなりフラフラしておりますが、次は、こちら U タイム付きの大海物語です。選んだのは海物語、後半で巻き返しを狙う。岡野も活躍するクズパチが YouTube の新お庭チャンネルにて大好評配信中。他にも見逃してしまった新お庭伝説やオリジナルコンテンツも続々配信、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。次回予告、前半を終えての途中経過はご覧の通り。今シーズントップ争いを続けるヤシオの2人は後半ますます熾烈な戦いに。そして伸び悩む所沢のフェアリンはスロットで意地を見せる。レビンは巻き返しを図りパチンコへ。次回もお見逃しなく。ガーデングループではお客様に安心して楽しんでいただけますよう、安心プロジェクトとして感染防止対策を徹底して取り組んでまいります。